明治安田生命 J1 リーグ第12節浦和レッズ対ヴィッセル神戸の49分のシーンです。浦和の連携ミスから神戸がボールを奪ってチャンスとなります。しかし左サイドのスペースに古橋が出したパスを初瀬が受けたところでホイッスル、オフサイドを取ったようですが、リプレイを見ますと初瀬は全くオフサイドポジションではありませんでした。副審は何をオフサイドと考えてフラッグアップしたのか、このシーンを取り上げたいと思います。さて、このシーンでは、まあ、おそらく推測しますと藤本選手がオフサイドポジションということでフラッグが上がったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、よく見ますとそれ自体オフサイドポジションだったかどうかは、まあ、実は結構微妙で、橋岡選手の左足も並んでいるように見えます。まあ、ただですね、ここでの議論は、藤本選手がオフサイドポジションだったという前提でちょっとお聞きしたいと思います。平田さん、これどう思いますか？だから要はそのオフサイドポジションにいた選手が相手守備者にこうプレーに影響を与えたというか、そういう部分でオフサイドになったってことですよね。まあ、確かに相手守備者には当たってると思うんですけど、なんかこう意図的、まあ、これも意図的言うのか分かんないですけど、その浦和のディフェンスの選手を藤本選手が止めたみたいな感じには見えないですし、あれがなかったただその初瀬選手のところにすごいプレッシャーをかけられてたかっていう感じもないので、まあその相手守備者に当たってるのでオフサイドって言われれば多分オフサイドは取れるとは思いますけど、感覚的にはオフサイドじゃないんじゃないのみたいな気もしなくもないですっていうの、また頭の中半分ありますけど、もしあの守備者に当たったところを副審の方が見てて、あれオフサイドだろっていうところまで冷静に見れてたとしたら、逆副審の方ちゃんとすごいところまで見てるんだなっていうあの思いもあります。ツイッターは神戸のオフサイドは誰がオフサイドなのでしょうか、藤本選手はプレーに関与している様子がないのですがどうなんでしょうかっていうのもいただいておりますが、最初見た時はオフサイドではないと思ったんですけど、よく見直してみたら藤本がオフサイドポジションにいるっていう前提だとするとね、橋岡がこう藤本の内側に絞ってきてんですよ、その最初ね。でそれでボールが出た後すぐ外に一応対応しようとしてるところを藤本が邪魔してる。だからそれは関与してる、あのオフサイドポジションにいることを利用してディフェンダーを外に行くのを行きにくくしてるっていう風に取られちゃって取ったんだと思う。だからそこまで見てたのは逆にすごいなって思うぐらいだけど、あの藤本もあの最初のあのポジションにいて普通にもう外に出た瞬間振って中に入ってくればよかったけど、橋本はやっぱり、ね、一応サイドバックだから一番外までやっぱ対応しようと思ったところをこう止めてるんで、あの妨害してる。だからそれはそれで取られたんだと思う。だからそうなっちゃうとオフサイドだと思う。じゃあ原さんはオフサイドでも良かったという感じ。良かったと思う。良、かったというか、藤本のそのプレーはあのその橋本を明らかに妨害しているように後から見たら見えたね。最初は全く良かったんだけど、はい。ではね。なるほど。というちょっとお二人の見解も分かれましたけれども、藤本選手が、まあ、妨害をしたということで、副審はオフサイドフラッグを上げた、オフサイドとしたと思います。ただその距離感ですかね、外の選手までそのディフェンスが守備ができるかどうかっていった奥行きがあまり副審からはちょっとわからなかったっていうのがあることはあるかもしれないですね。ただ中央でオフサイドポジションの藤本選手が妨害をした、ブロッキングしたといったところで、オフサイドとしたっていうね、ところだと思います。これは何でしょう、妨害をしたという感じになるんですか？まあそこが、まあ、グレーなところですかね。ホールディングまですると私はオフサイドやはり妨害って見ていいと思うんですけど、藤本選手はちょっと不用意に当たっているけれど、そこまで守備側競技者をに影響を与えているようには映像からは見えないというね、ところです。手が気になるよね。でもこの手がほらこの前の何でしたっけ、我々に反発が大きかった札幌のところの3ペン
このだやっぱりね、この手をどう取るかって、やっぱりこれ、ポジション取りだから、お互いこう、あるのはしょうがないんだけど、最後、やっぱこういうふうに見えると、これは取られてもしょうがないと思う。だポジション取りなんで、藤本も中に行く、橋岡も外に行く、それでぶつかって、まあ、行けばいいけど、こういうふうになっちゃうと、やっぱそれは、あの見てる人から見るとそれはファール、オフサイドポジションにいたことで最後はこうやってるよねっていう、間に合わないと思うけど、やっぱそう言われちゃってもしょうがないのかなって僕は見ましたけどね、何度か見たら最初は全く分かんなかった。これ、牧野さん、横の角度で見るのと縦の角度で見るので、はい、かなり印象変わると思うんですけれども、はい、アシスタントレフェリーの目線ですと先ほどお話しされたように奥行きがあんまり分かりづらいので、初瀬選手と橋岡選手の距離が結構近く見えたのかもしれませんけれども、うん、縦の映像で見ると、まあ、かなり距離がありますので、うんうん、初瀬選手に寄せることはそもそも無理だったと思うんですよ。なかなか副審ってそこの奥行きが見えないんですよね。もう少しこう映像よりかフィールドに水平にしか見えないので奥行きがあんまりないように見えちゃうんですね。なのでやはりこう妨害してこう守備側競技者はプレーが守備に行けなくなったっていう判断をしたんだと思いますね。牧野さんは現役時代副審としても公式戦100試合以上活躍されてますけれども、はい、そういう中でこういうシーンの難しさっていうのはよく理解できますか？はい、どうしても副審ってその奥行きとか離れて、要するにオフサイドポジションとそのあれですね、守備側競技者が距離が違ったりすると中と外とか中と大外とか近くと中とかいろんなことをやはりこう見なきゃいけないので、そこは非常に難しい。それでまたパスされた瞬間を判断しなきゃいけないというね、そこが副審は非常に難しいところではないかなと思います。これこそそのなんか通信みたいなんでこうコミュニケーション取りながら判定に至るみたいな流れを作ることっていうのは難しいんですか？なかなかそこまでコミュニケーション取ってフラッグアップを遅らすかっていうとなかなかちょっと難しいかなと思いますね。関与してるけれど守備はいけるかどうか主審が判断してくれるとかまでとっさになかなか副審も言えないですよね。で、ちょっと影響を与えてると思うからフラッグアップするよぐらいだと思うんですね。で、あ、分かった、じゃあ副はっていうぐらいだと思うので、なかなかそこまで主審があとは判断してくれまでは副審はちょっとこうコミュニケーションシステムでは言えないかなと思いますね。原さんがおっしゃってたこともすごくわかるんですけど、こういうシーンでオフサイドになるって原さんあんまりでもないですよね。ないね、ないと思う。だから僕も何度も見てここを取られたんだろうなと思うけど、うん、でもこれはやっぱり最終的に主審が判断するべきだと僕は思うんですね。だから多分VAR が入っててもそうかもわかんないけど、やっぱりなあれなプレーさせますよね。オフサイドディレイで VAR でもプレーをさせる。だからプレーさせてで最後まあもし入ったりなんかしたとしてもその競技をすればよかったような気がしますけどね、判断としては。だけどあそこでただアシスタントレフリーから見たら藤本のやっぱこういうのが影響を与えたというふうに多分取ったんだろうと思うんですけど、まあ見てる人から見れば多分あそこはもう流してもらってどうなるかっていうところが一番見たいところではあったかなっていう感じはしますけどね。まあ、今のお話ちょっと興味深いんですけど、これ VAR が導入されてるゲームであったら牧野さん今のところは介入しますか？まあ得点につながるところであれば介入するかもしれませんけど、まだあの時点では介入しないんじゃないですかね。あれがゴールにつながったとしたら、まあ得点かどうかという一連の流れの中での介入になるかもしれないと思うんですけれども、はい、VAR チェックをしたらあれはオフサイド取りますかね？いや、あれは取らないんじゃないかなという思いもします。あのぐらいでは取んないんだったら流した方がいいかもね、そしたらね。そしたらってなるよね。
はい、そうですね。だから僕はそのオフサイドじゃなくてでいいと思うんですよ、見解としては。だけどそのやっぱりこれじゃあ監督とかあるいはその神戸側から見るとやっぱり藤本のちょっとこれがやっぱもったいないであって、うん、やっぱりあんなことしなくても多分波長感間に合わないんでしょう。だからあれを普通にもうちょっとやってれば、もう普通のポジション取りであれば、あ、なんなかなっていう思いはありますね。でもオフサイド取んないであそこを見たいなっていうのがそれはありますよ。一番面白いとこだから。だけど浦和側っていうか橋岡のことを考えたり浦和の人間だとしたら、それはあの余計なことやったねっていうふうに思うかなと思う。いや、一番納得いかないのはやっぱ初瀬選手。初瀬の顔見たら分かるよね。俺っていう感じだった。見せどころだもんね。一番見せどころで、うん、お客さんもみんなよしって思った時、あれっていう感じになっちゃうね。牧野さん、このシーンに関しては牧野さんはオフサイドを取るべきじゃなかったという見解でよろしいですか？映像何シーンも見てますので、やはりそこからするとそこまで、守備側競技者に影響を与えているようには見えないので、うん、流してもよかったのかなっていうふうにちょっと思いますね。なるほど、わかりました、はい。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして、ぜひ投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトをお忘れなくお願いいたします。さあ、というわけで、今シーズンも J リーグジャッジリプレイは毎週火曜日の朝配信予定となっております。ぜひ楽しんでください。というわけで今回は以上になります。皆さん本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。